始まりましたクワチャンネル、本日はですね武蔵新城駅にありますどん平さんに向かっております。こちらのお店は、定食やカツカレー、一度クワチャンネルでもご紹介している、まあ、カレーメインだったりだとか、あと丼ですね、牛丼だったりだとか、まあそのコスパ抜群の、丼系一皿系がいただける、そんなお店で、武蔵新城となんと沖縄の2店舗だけという、そのまあ一応チェーン店扱いにはなってるんですが、そんなコスパ抜群のお店に、今から本日も行ってみたいと思います。前回食べたメニューと一緒になるのか違うのか、悩むところですけども、結構チャレンジメニューとか結構デカ盛りみたいなのもあったりだとかして、楽しみなお店、本日もそれでは行ってみましょう。さあ、というわけでこちらがどん平さんの食券機、肉三昧どん平スペシャルをはじめとする、まあそそられるメニューがずらり。さて今日は何にしたんでしょうか。さあ本日注文したのはどん平スペシャル並みにチーズ追加。まあめちゃくちゃ悩んだんですけど、やっぱりこれが一番ということでこちらにしました。カレーもカツも牛丼も食べれる優れもの、早速いただいていきます。こちらのカレー、ひき肉のカレーのベーシックタイプではあるんですが、このピリッとした辛みがめちゃくちゃよく、このカツとチーズとカレーの三位一体食べた時のもう本当に口の中の幸せ感がたまらないです。こちらランチタイムの一品無料トッピングで卵をチョイスして、もう思い切って全部卵を牛丼にこのかけた時のトロトロ感でズルズルっと食べてる感じが個人的にはめちゃくちゃ好きです。牛丼は紅生姜で、カレーは福神漬けでと分けて食べれるのも嬉しいポイント。実際もう少し食べたかったっていう気持ちを残しながら退店、本日もごちそうさまでした。結局いっちゃいましたね。本当にいつも違うのにしようかなと思うんですが、どん平スペシャルにしちゃうと。で、今回はチーズを足しました。チーズのね、まろやかさだったりとろっと感最高で、普通盛りで300あるんで、大盛りで400、特盛りで500みたいな感じで、いつも300で行くんですけども、結局食べた後にもうちょっといけたなっていう、400ぐらいいけたかなっていう感じもありますのでね、筋肉の入ったカレーとで、ちょっとだけ辛みあるんですよね、と牛の部分と混ぜて合わせて食べてて最高の、本当にどん平さんいつ行っても結構混み合ってて、テーブル席もあるんでね、複数人数で行ってもという感じで、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、というわけでカレーとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆様また次回、バイバイ。